開催団の公演。頑張ろ。ディアンサ様、俺たちのディアンサ様、ミナリア様、ミナリア様、俺はあなたの奴隷だ。アリエ様、カンナ様、私たちに前向きな言葉をくれ。ジオラ様、ジオラ様、1、2、3、4、1、2、3、4、ステップステップターン。ねえディアンサ、練習もいいけどほどほどにしておかないと本番で持たないよ。大丈夫、私は大丈夫だよ。あ、もうすぐ出番かな。それではイクニアの皆さん、巫女たちの登場まで今しばらくお待ちください。え、な、何すごい声。そういえば今日の公演はお客さんが多いって聞いたけど。見に来てるのイクニアさんたちだけじゃなかったんだ。本当だ、島の外からもたくさん来てるんだね。こんなに人が集まったの初めてかも。なんか緊張してきた。あ、お客さんがいっぱいいると緊張するの？え、するでしょう。なんで？お客さんの数で振り付けの内容が変わったりするわけじゃないのに。それはそうなんだけどね。じゃあいつも通り歌って踊るだけじゃん。ほらほら行こうよ。ま、前向き。ぼー、帰ったら何しようかな。嬉しいな。私の可愛い歌と踊り、みんな楽しみにしてくれてる。私、今回は本気の本気の本気だよ。だから頑張ってね、みんな。うん、頑張ろう。ねえ、まだ呼び出しないの？もうすぐだと思うけど。ぼー、夕飯はお肉かな。皆さん、そろそろ出番です。はーい。ちょっとジオラ、ほら、もう祭壇出るよ。はーい。願わく未来は、いいことがいっぱいって。よし、頑張る。それでは巫女たちの登場です。島の繁栄を守る奇跡をとくとご覧ください。デビューから約2年、成長著しいディアンサの演技にもご注目を。それではどうぞ。みんな行くよ。はーい。ボーハイ、ボーハイ。ティクニウマリ、ショナタル。カンナ様、ミナリア様、どうぞ。神々しいよ、ジオラ様。
卒業だね。ここからいなくなるんでしょ？うん。いいのいいの、一番人気のまま勝ち逃げなんてずるいよ。ほら始まるよ。公演の最初を飾りますわ。皆さんご存知のあの曲、ネバーエンディングファンタジー。いつもありがとう、あなたが一番大好き。島で生まれ育ち14歳になった女の子の中から巫女は選ばれる。巫女になった女の子は島中を歌って回る巡業を続けて16歳になると卒業する。もうすぐ私は16歳、だからこの巡業が私の最後の舞台。やっとこれでやっと終わるんだ。団長さん、護衛。